こんばんは、ちょっと前の動画で正しいスイング中の正しい体重移動についてお話ししたんですけど、その時はバックスイングにおいての正しい体重移動についてお話ししました。でそれからちょっとシダ動画とかちょっと人とね絡む動画がちょっと間に入ってしまったんで、少し時間がこう空いてしまったんですけど、今回はダウンスイング以降の正しい体重移動について僕なりにお話ししてみたいと思います。なるべく簡単にお話ししたいので、今回はねこうやって椅子を2つ用意しました。で前回のバックスイングの時の正しい体重移動をお話しした時は、この右にある椅子の背もたれから指2本分ぐらい離れたところに立って、ここの背もたれに右の腰がこう当たらないようにしてくださいねというお話をしました。その代わり上半身を右にこう持ってくると正しく動きますよというお話をしたんですけど、その次ダウンスイングですね。この形を作ったらダウンスイングは足を下半身を動かすべきです。バックスイングでは上半身を動かしましたけど、ダウンスイングは下半身をこっちの左側の椅子の背もたれの方に移動させてください。移動距離としてはまあこれぐらいです。まあ2、3センチです。2、3センチ。できればバックスイングの形のまま移動です。この移動するときに回転を一緒に入れたりするのは良くないです。できれば何も変えずに移動だけです。で、頭の高さを変えずに移動しても構いませんが、もうちょっと上級者の方になると少し沈みながら移動します。そして少し移動したら、ここから腰の回転が始まります。腰の回転が始まって腕が降りてきてインパクトを迎えるという流れになります。なのでバックスイングで回転したらダウンスイングすぐ回転していいというわけじゃないんですね。バックスイングで回転したらちょっと移動してから回転が始まるんです。そうすると腕が降りてきてインパクトを迎えるというふうな流れになります。でここからさらに腰の回転が始まっていくんですけど、この腕とクラブは飛球線方向に向かっていきます。それでその時に頭の位置はトップの位置から移動する時もインパクトの時もフォローの時もほとんど動かないんですね。もしくはちょっと移動して頭の位置をキープしながら移動してインパクトを迎えてフォローに行く時は少しこっち側に来るぐらいのイメージです。そうすると腕と顔が引っ張り合いますので、遠心力が、たくさん生まれるということになります。ただ世の中最近いろんな理論が出回っていて、例えば今流行りの GG スイングなんかを見ていると、僕が今言ったのとはちょっと違うんですよね。バックスイングではなるべくこの場で回転して、ダウンスイングは少しこうガニ股にしながらこう左にこう開いていくみたいな理論を用いてるような感じですし、ちょっと僕の音は違うんですけど、ただどちらにしても今僕がお伝えした動きを一回取り入れておくと、その GG スイングに移行するにしても違う理論に移行するにしてもやりやすくなりますので、このベース的な動きを一度覚えていただいた方がまあ後々楽になると思いますから、この動きをしていただきたいと思います。例えばですね、前回の西畑明穂プロの動画を配信したのをね、皆さんご覧になっていただいたと思うんですけど、彼女のスイングなんかは今僕が説明したスイングをものすごく極端にやってるんですよね。バックスイングでものすごく上半身が右に来て、ダウンスイングで少し移動してこっからフルで回転していって、インパクトもこうやって引っ張り合いをものすごく使いながら
あの小さな体で大きな飛距離を生んでいるということになりますので、まずこの動きをね覚えてほしいです。こんな感じでちょっと練習していただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。